武道会の正面地図。武道会は、イギリス・ロンドンにある柔道などの日本の武道の道場であり、ヨーロッパ最古の日本武道の道場である。1918年に小泉軍司によって創設され、当初は柔術、剣道やその他の日本武道を教えていた。この道場の正式名称はザ・ブードキであるが、通常は単にザ・ブードキと呼ばれる。武道会という名称は創設者の小泉軍司によるもので、これを英語に訳したのが、The Way of Knighthood Society である。武道会のシンボルマークは、青色の桜の花の上に、漢字の武をかたどったものを白で描いたものである。小泉は、武道の修行の目的は戦いを止めることであるとして、止めと戦いを意味する、かを組み合わせた、この文字を選んだと述べている。小泉軍司は、柔道や剣道をはじめとする日本の武道を、イギリスの一般市民に教える道場として武道会を創設した。小泉はロンドンシティオブウェストミンスターのビクトリアに道場を開設し、1918年1月26日に12人の会員で発足した。これがヨーロッパ初の日本武道の道場となった。最初の36名の会員は日本人であり、初めてイギリス人が入会したのは同年3月だった。60人目の会員として、初のイギリス人女性が入会した。小泉が初代会長、谷幸雄が柔道の初代師範となった。1920年7月、加納治五郎がアントワープオリンピックに選手団長として向かう途中で、武道会を訪れ、小泉と谷に講道館2段くらいを与えた。加納に同行していた相田彦一は2年間イギリスに滞在して、武道会で指導した。田辺という日本人会員が初段に昇格し、武道会ハイノキの初の有段者となった。1918年から1968年まで毎年5月11日に定例の演武会を開催し、その後は不定期に開催した。武道会はイギリス国内とヨーロッパの柔道組織の形成に貢献した。小泉はイギリス国内とヨーロッパの柔道組織を設立するという自身のアイデアについて、武道会に委員会を設けて検討し、1948年に武道会のジョン・バーンズ会長がヨーロッパのすべての柔道、柔術道場を武道会主催の会議に招聘した。1948年7月24日、ロンドンのインペリアルカレッジユニオンで開催されたイギリスの柔道道場の会議において、イギリス柔道協会が設立された。国際会議は1948年7月26日と28日に開催され、オーストリア、イギリス、オランダ、イタリアの4カ国とオブザーバーのフランスが参加した。武道会のトレバー・レジェットが会議の議長に選出され、武道会が起草した改則が提出された。改則の修正と議論の後、全会一致でヨーロッパ柔道連盟が結成された。1953年、イギリスに留学した講道館の河村定蔵が指導に当たった。1954年9月、武道会はロンドンサウスケンジントンのギルストンロード4番地に移転した。会場式には駐英日本大使が参列し、河村に対して投げ技をかけた。1960年代には日本空手協会との提携により、1963年の前日本チャンピオンである江枝圭之助をはじめとする多くの日本人指導者が武道会で指導に当たっていた。同時期に相木道の指導も開始された。1964年に柔道がオリンピック種目になり、柔道が国際的に発展するのに伴い、武道会における柔道の指導はスポーツ柔道と競技柔道に重点が置かれるようになった。イギリス初の柔道オリンピックチームの一員だったブライアン・ジャックス、シド・ホア、トニー・スウィーニーは武道会の会員だった。2017年現在、武道会では柔道、空手、合気道、ブラジリアン柔術、ピラティスメソッド、本低養身流、乳幼児のためのアクティビティなどのクラスを運営している。柔道の指導は毎日行われており、年齢や柔道経験に応じた様々なクラスが開催されている。武道会は非営利団体で、会員は、正会員、準会員、名誉会員で構成されている。正会員のみが、クラブに対する財政的責任と議決権を持ち、正会員は45名までとなっている。現在の執行委員会の会長は、ピーター・ブルーウェットである。武道会の会員には、多くの著名人がいる。1936年3月、サラ・メイヤーは日本人以外の女性として初めて柔道の有段者となった。メイヤーは1920年代に武道会で柔道を始めた後、1934年に武道会からの紹介状を持って日本に渡り、柔道の修行に励んでいた。ニール・アダムス、ブライアン・ジャックス、アンジェロ・パリジ、レイモンド・スティーブンスなど、多くの柔道オリンピック代表選手が武道会の会員だった。カイリー・ミノーグ、サイモン・ルボン、ミック・ジャガー、ヤスミン・ルボン、ガイ・リッチーなどの著名人の会員もいる。武道会で柔道のトレーニングを受けたスポーツ選手にはブラジリアン柔術チャンピオンのホジャー・グレイシーや陸上選手のセバスチャン・コーなどがいる。元外務大臣のウィリアム・ヘイグは定期的にセバスチャン・コーと武道会で柔道のトレーニングを行っている。ありがとうございます。